そらパターン言うたよ。まあ言うたやろ。パターンこれもんな,な、何べんも言うて申し訳ないけどさ。あの、鶴の神よ。最初デビューの頃な。俺だ、電話で、電話で話し合ったんよ。あいつ言うまでなんで僕と話しするようになったんですかとかな。キモいんよ。鶴の神基本な。まあ無理だけどな。鶴の神で基本ね、あの、うあの打ち切りさ、ナイーブでキモい男なんよ。あの人ってな。 もう今ちゃ、今ちょっとか、なんか違う、今ちょっとお、ちょっと大手になってなお。大手になってな。ちょっとカッコつけてるけどな。あいつよ。鶴のしんな。最初はで、今でなんで僕、なんで僕と話やってくれたんですかとかな、ね。浜田さんとかな。いきなり電話でな。電話だよね。 耳ししないけどな火もいいよなんそうなんないでからみ足らんならみ足らんわねえだからそのあ,あれもしようにならねえ 突撃、なんないたかなコラボとかもやろうと思うんだよね。設定見直してね。ちょ今すぐ出来やんけどね。匠組とかはな匠組とかはあれね基本ね、まあ、若いけどね、ケンカねまあ、今どうか知らんけど、まあ、その頃そう、まああの、ね、子,供いた子供みたいなもんよ。子供みたいなもんよな。うんまあ、子供いるなあな、体こっついしね。喧嘩も強いと思うけどね。基本考えて,考えてること子供なんよ。な まあちょっとは正常者やがわからんけどな。<laughs> まだあれの試合すんねやろあいつよ。原田良樹と。あいつ、鶴のシーンよ。女にも出んねんあいつな。かっこええ、かっこええって言うてさ、あいつな。まあ言うな飲み合いともな。 飲み屋のホステステお前、あの、鶴の老人かっこいいとか言うてんのよ。なあ、鶴の老人大好きですとかな、ね。ってるのよ。そ若いもあるけどな。若いもで、俺俺が一番地名度低いんよ、やっぱ。あそんな、ああ、一部なきああ、一部、ああ、あ,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 あそうっすかとかな、ね。あとから思い出すわ。俺なんかな。俺なんか。鶴の老持て。じゃじゃ飲み屋行くやろ。地元の飲み屋行くやん。ほん俺のショート焼かせろ。俺配信者っていうやんか。 そんな配信、配信会の花咲くやろ話の。やっぱ、金梅とかさ、あの、鶴の神とやっぱり、あのやな。すぐ話題でんのよ。うなちゃんマンとかな、ね。ホープもそうよ。ホープとか、竹本もそうよ。一番、一番下が俺やで、ね。一番下が俺。うん。HV さん、あな,なんか、なんかしてますね。とかね。そんな感じだよ。 一緒あのね、あのー、鶴の親父あのあれ来た、あったんや、捨て頃あったんや。あの時ね、あのー、近藤と俺、あいつ、近藤俺とこ来たやろ。今度ええのにな。せっかくメイチューンとげてんのに、のあのー、僕いらしゃるのも、メイチュんとか、その、あ、あのーあれ DD あのー、あれ、DDR おったの DDR あのー、あれ、トムさんでおったのにな。頼むから来てくれってさ、頼むから来てくれ、来てくれって言ってな。その 結局、つるのしん、お前も来いよって、近藤と俺おったときな、ちょっと食べに、飯食べに行こうかって言うてんけど、もう僕俺言うてないけどな、近藤は言うてんけど、あのー、もうしんどいからちょっと休むって言うて。来な,来なかったわ。でも浜ちゃん捨て頃で会場で、目立ってっちゅうか、うん、席は目立ってた席やったけどさ、別に俺、変なこと言わんかったやろ。変なこと。もっともっと浜ちゃん、なんか言うてって言われてんけどな、断ったんよ。そんなんなんせろ、勉強太郎がおんのにな。 便所太郎フェスティバ,フェスティバルが前からあれな。便所にばんばん頑張ってもうたらねえよ。うん、DJ と便所とな、あのー、石川の之が仕切ってんですよなもう俺もう。俺がそんなな、俺がベラベラ言うてもしゃあないでよ。しらけるだけよ、うんうん。カバン持ちとかな、3下とそみなさんな三下やで、ね、色黒いろ。な、勘違いせんのね。 これ、この爆走言うてんのかな爆走会、看ん持ちで言うてんのかな俺のこと。ちょ、お前言うてんのが知らんけどな言うてんのが知らんけどなみんな、カバンあ、あの、みんなあれ、三下やで。ばん。カバン持ちやで。な。な。それで言う勘違いすんだって言う、言いたいんよな。うん。な。一時一時いブレれが知らんけどな。か、な。ところで、つばなんとか金埋とか根っからあれやで。あの、あれやで。根っからな三下タイプやで。な。チンピラタイプやで。これだけ言うとこはな。うん。 これだけ言うとくわ。な。うん。遠くにやで。遠くにやで。うん。これだけ言うとこわうん遠くにやで遠くにやでうんこれだけ言うとこわなうんなんか勘違いしてんの。私たち王様だよな。王様とか思てんのな。神様とかさ。全くちゃうんだよな。全くね。うん。俺から言いましたね。俺から言いましたね。うん。石川って、じゃあ、偉そうちゃうで。めっちゃめちうまい。もうあのね、お俺、あいつトップクラスよ。TJ もそうやけどな。TJ ちょこしいくわ。おとなしい。TJ な。 TA ものすご腰いくわなあのね石川はねものすごい,腰いくほんま芸人見たいよ芸人芸人レベルよ石川あれほんまねあの,あのね芸人に飯食っていけるわね思うわあのさあのー、あんな変なことやってなかったらもっとなんか別のこともあったんかなと思うよお前あのあれよフルボッコ事件よあんなことせんかったらななんかもあったんちゃうなんか ロンブーとかもいや最初コラボやらんかったやろあんなことあったからじゃんかなどう思うもっとちょっとクリーンなイメージでしょかなおとなしいイメージあったらあんな芸能人とかのちょっとコラボできたんちゃうお前どう思うけどな、まあ、芸能人認めるまあ芸能人も認めてるんじゃ、まあ、ちゃう何が言いたいか何が言いたいか忘れたけどあの予算事件ね、うん さ、あれで出とな、石川の本性な。<laughs> お前、あれ,あれであれであれでさ、そのなんかそのか試練試練というかな、試験よ、一つの試験、テストよ。テストよな。テストで結局、結果出たわけよ。石川ちょっとおかしいってな。<laughs> 言うて悪いけどさ。なあ、の、怒り方異常やろなあ。のね、切れ方が異常なんよ。これまあ、うち,うちの小池言うとってんけど、小池な。 うち,うちの小池がな、あのー、あれはあの、怒り方はな、もう遺伝子、遺伝子レベルな、遺伝子レベルでちょっとおかしいっていう味ゅうとったよな,な。確かにそうあの、あの怒り方異常よ。異常。あんなんな。当時で、西部聞くはずのする人間やったらさ。で、その小池するの言うとったな、うちの小池な。うん。言うとったあの怒り方はな、挑戦系とか言うとったよな。 ま、朝鮮人みたの人は悪いけどな。俺は,そ,の俺はそ,のそこまで言わんけどな、俺はな。うん、ホープからここ来ることない。来ることない。あいつ、基本着火やってったから俺ることない。ホープ。来ることないで。 戻ってきない別に俺別に戻ってきてもええと思うんだけどね玉袋やかね風は <laughs> T シャツかわいいやろかわいいやろデザインめんどくさいよはいいらっしゃいと思うも炎上せなあかったの、うんのか一回炎上しようかな一時間やるかな一回炎上しようか ハマちゃんのホーブの掛け合いって掛け合いじゃねえ結局俺が結局あれやあのあ,のあまあまあ絵えかっこじゃんが結構こもりやんあれもお前あれも結構こもりやでホーブのこもりやで俺が俺がそうやろはいどうもいらっしゃいどうも俺が俺がさ結局な,なんすやろこもりしてあげてるみたいなもんやからさそう当然こもりやから俺から偉そうに言わんわなあんまり お前まあそれそれそんなんが三したって言わる言うかしら別になそれでそれで革持ちっちゅうやっそれでな言うでもでもええけどさねうんうまい延長したら兄貴のレア度じゃ一回とかせっかく人来てんのにちょっと一回この一時間やったら一回終わるんでね 延長やめてこうかな。<laughs> どうしよう。こんなしか延長やめて画面。時間の無駄ね。一回一回ちょっと延長やめて画面。えいですか。ややったおえ。じゃ意味で来用スミで五十五五十五万やろ。なあ。あやってもしゃあないじゃん。ずんずんえこあんそうな。 やっとるなんかあ、アイテムくれで言うとったで、ずんずん。やるかあ炎上しようかうん。50来たからやっとるわ。今、50来たからやるわ。今、50来っとったん今実は。今、50未満やったから、もうや,や,やめた方がええかなと思うんだけどね。まあ、一応、今、ちょうど50やねん。まだ49やったけど。だって、ずんずんの話やけど、なんか、アイテムくれで言うとったで。うん。いったらいいんじゃずんずん。なあ。

晩飯、あの、ツイッター見たツイッター見たツイッター見たらどう <laughs> えーっと、里丸さんに、労役代、いや、ええ、かすって、ええ、ダンドルできるやろ、あるんだったら。できると思うでしょ。<laughs> ででぶっちゃけそ、その里丸さん、今からどうするか知らんけど、ぶっちゃけ、現役の役だもんな、労役入ってる人おるで、なんもでも。<laughs> わかる腹落ううとしって、腹落ううとしってな、そんなもんな。腹落、まあ、ううとしからでな、あの、漏液勤めてる役ザの人も多いって。な。現役の人だな。ん大阪刑務所な何もでもったよ。うん。だからこ、今回その、佐藤丸さんな、その件でどうするか知らんけど、俺な。うん。だから別にさ、仮にさ、労役したってもな。別にな、俺としては何ら恥ずかしいことなんてないと思う。俺はな。あの、あの、あの人はどういうかわからんよ。 あの人とその周りの人はどんな、どんな考えが知らんけどな。うん、俺的に言うたら別に労液でも、俺は別に何とも思わんわ。逆に俺が、俺がさ、もしその、え、その立場やったら労液行くわ。労液。簡単やぞやろ。50日か。50日座ったらええんやん、そやろ。たった50日やで。なあ。たった50日やで。 フェイみたいなもんやで。お前。お前、君たちどう ?50 日でええと思うきつい。<laughs> どんだけ、あれよ、しょんべたれってから、あれよ、あの、あれ音温室育ちよ。なあ。たった50日じゃん、そうやろ。本読んでたらええやん、そうやろ。難しい本持っていったんやんそや、それろ。何冊ぐらいよ。難しい本な、3冊ぐらい持っていったらええやん、そうやろ。なあ <laughs>。そうやで。 あれんほんまセロへいたい笑われるでほんまセロたった50日でよそロね年金いや25万やろ言うとたん25万やろだから俺か考えてさあの50日で勝手に適当に計算してんけどさまあ,じゃあそれはもう別にあのその日にちについて言っあ,あの議論しないんでね知らんからあ,あのおやすみなさいねセブンさんね 佐藤マルさんってあれ似てないあの、ホープに似てないちょっと白が入る人やろちょっとこの、ちょっとグレーの人じゃん髪の毛。違ったかな俺間違ってるのかななんかホープに似てる人やろたぶんな。あの、そんな感じよ。な、別に、なん、なんもでもあるよ。あの、別に、その人も多分ん経験あると思う、多分ん。 あの人らもな、懲役の経験あると思うしな。んそんなんな、行ってきたら、俺と行ってきたそう、もうちょあ浪費行ってきたらいいと思うわ。うん。楽勝やん。50やで。50や、25万払うみたらな、50日座るって。な。うん。なんで恥ずかしいことない。うん。思う,うわ。な。たった50やで。な。うん